月の第2月曜日は祝日の成人の日です。大人になったことを自覚し自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます日です。成人の日は昭和23年の国民の祝日に関する法律の制定当初に定められた計9日の国民の祝日の一つであり、大人になったことを自覚し自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます日とされています。国民の祝日を選定するにあたって成人の日や子どもの日が取り上げられたのは戦後間もない厳しい状況の下で、当時の立法関係者が国の将来を担う子どもや若者に大きな期待をかけていたことの表れといえます。当時の報告書では国の立て直しをするには人物を養うことが根本の要件であるとの考えが示されるとともに、古くから元服や模擬などの習わしがあったことに触れ、成人の日はそれらの精神を生かして青年男女が国家社会のため進んでは世界人類のために尽くそうとする自覚を持たせるところに狙いがあると説明されています。祝日法の制定時、成人の日は1月15日とされました。この日を選んだことについては同じ報告書の中で、元来元服は正月に最も多く行われている中略宮中や公家の間では正月5日までの間に行われ、武家の場合は正月11日が多かった。そこでこの草案では国民の日という建前からわざと公家や武家の行った日を避け、しかも松の内の日を選んで15日としたのであるとされています。その後平成10年の祝日法の改正によって、平成12年から成人の日は1月の第2月曜日となりました。この改正は連休化により余暇活動を一層充実させ、ゆとりある国民生活の実現に資するために行われたものです。世界の安定を望むにはまずは自分の国の安定から。国民の祝日にはみんなで国旗をあげたいものです。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for your viewing.